本殿内部ですね。こちらはですね、狛犬が重要文化財になってます。ちょっと珍しいですね。というので、ね、片方を取っておきます。でこちらに、模型があります。こうなってます。子供を抱えている狛犬と玉ですかね、玉を抱えている狛犬がついてあります。